ゴール前まで一瞬たりとも気を許すことのできない道中戦、開催4日目予選の最終日の徳山です。スポーツ日本杯争奪ビーナスシリーズ第11戦予選ラストのカードです。ボーダーラインは 5.57 のままで迎える12レースダイヤ選抜が始まります。そしてこのレースはシリーズリーダーの争いも要注目です。すでに佐々木ひろみの予選2位以上が決まっています。あとはその順位がどうなるか。佐々木を超える可能性を有しているのは1コース1番の前田咲希ただ一人。勝てば 9.43、 予選トップの座は前田となります。2着以下ですとどうやら着位差勝負では手元の計算佐々木ひろみが優勢ですから、前田は1着条件のいわば勝負がけです。2コース2番の中澤博奈、ここは6着でも 5.71 ポイント面余裕あります。センター枠2人、3コース3番の清水美優、4コース角1、4番の隅ひとみ、勝てば準優1枠の可能性が広がってきます。5コース5番の田上凛、ここは2着 5.83 予選突破へ勝負がけ。6コース6番野田彩香、勝てば 8.86、 2着 8.57 の勝負。インコースから1番2番3番、4番5番6番です。スタートしました。うち2人コースタート。インから1番の前田咲、下がなく2番の中澤が続く。一周1マークの旋回、闘争体制1番の前田咲、真ん中割っていった3番の清水美優。さあ清水か前田か、それとも中澤か、内枠3人の首位争い。スタートは前提正常でした。中澤のへさきもかかってくる。3番清水が真ん中で耐えて、外に1番の前田咲がいる。3人固まった。大競りになったのは清水と前田咲の両者。前田飛んでいく。2人とも消波装置の、あーっと清水美優は消波装置に当たってしまって構想再開はしていますが、先頭ここで2番の中澤に代わる。5番の田上が2番手、その後ろ3番手、4番の隅仁美、3番清水美優、今2周目に入ったところ。2周1マーク、今度は先頭争い、田上のへさき近づきかけたんですが入れませんでした。ここは2番の中澤が耐える。5番の田上凛が2番手、4番隅3番手、6番の田4番手、1番前田咲5番手、3番清水美優離れての最後方。2周2マークへ向かいます。先頭2番の中澤博奈、2番手5番の田上凛、田上の内をくるっと回る4番の隅仁美、現状は3番手。2番5番4番の上位体系レースは最終周回に入っています。1周2マーク、かなり大競りになりましたが、後ろでその展開を見つめていた先頭2番の中澤博奈、最後の1マークトップで旋回。3番清水は今最終周回に入りました。上位陣は最後のバックストレッチ、2番手5番の田上、4番隅が3番手、ラストターンマークへ向かっていきます。2連単双子の組み合わせ 204.1 倍のオッズ、3連単2番5番4番出たぞ、10万周1507倍のオッズ。予選のラストは大波乱の結末。先頭2番中澤、5番田上、2番手4番隅が3番手で間もなくゴール。先頭2番中澤5連、5番田上5連、4番隅5連、6番野田5連、1番前田5連、そして3番清水美優、直線コースに戻ってきています。最高峰で3番清水五連。ダイヤ選抜第12レース勝ちました2号艇中澤博奈選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。予選最終日、はい、最終レースで超特大杯後輩との演出をしました。そうですね、はい、さっき配当見てびっくりしました。15万周ですね、はいはい、それではそのレースを振り返っていきます。はい、第12レース進入内から123-456、中澤選手は2コースからの戦いでした。本番のスタートいかがでしたか？ちょっと怖かったんですけど、もう思い切っていきました。だいたい一定身ぐらいのスタートだったようです。はい、そして1マーク差しに構えました、はい、ここ差した感じはいかがでしたか？ちょっと初動のかかりが甘くて、ちょっと思うようにはうまくできなかったです。その後の直線、この競った足、はい、そのあたりはいかがでしょうか？直線はちょっと3番に追いつく感じだったんで、直線はいいのかなって感じですね、はい。そして2マークを回って首位に上がってきました、はいはい。本節ここまで2日目まではノーハンマーだったというプロペラですが、はい、そこからの船足はどのように変化しましたか？初動のかかりがちょっとなくて回転上がってる気がしたんで、ちょっと回転を抑えようと思って調整して失敗して、で今日時間あったんで、もう一回最初に近い形に戻して
見ました、うん、特に気に入っている部分はありますか？あ、でも出足がしっかりしているので合えばいいかなって感じです、はい。そしてこの12レースで勝利が上がりまして、手元の計算ではこのまま何もなければ予選は突破、そして明日の準優勝戦はだいたいセンターバックあたりからの戦いということになりそうですが、準優勝戦向けてはどのようなことを考えてありますか？あ、もうあの乗り心地求めてちょっとチルトも今はゼロにして行ったんですけど、そのチルトも考えながら、はい、ちょっとプロペラ調整しっかりして輸出できたらなと思います、はい。それでは最後にファンの皆様へ一言お願いいたします、はい。やっと1等取れました、明日からも頑張ります。宿舎で見てる小羽1等取れたよ。いい笑顔ありがとうございます、それでは最後にカメラさんへお願いします、はい。2コースから差しに構えまして勝利が上がりました。なんと15万周超特大配当を演出しました。第12レース勝ちました2号艇中澤博奈選手です。ありがとうございました。ありがとうございました。中澤選手のウィナーインタビューご覧いただきました。では12レース競争成績も合わせてお伝えします。1着は2番の中澤博奈選手、2着で5番田上凛。